まあでも、まあ、スポーツやってたらいい時悪い時っていうのはもう絶対にこれはあるし、なんだろう、なんか避けては通られない悪い時期っていうのっていう風に、で逆に悪い時期がない人って本当にないと思うんで、なんか一つはもうしょうがないっていう、もうそういうこともあるっていうのが一つ感覚として。で何だろう、何か避けては通られない悪い時期っていうのっていうふうに、で逆に悪い時期がない人って本当にないと思うんで、何か一つはもうしょうがないっていう、もうそういうこともあるっていうのが一つ感覚としてあって、でもう一個はただこうそこに真剣に向き合えるかどうかっていうのはこう一番大事な部分かなっていうふうに、本当、まあ、しょうがないんですけど、そういうことあるから、いい時期悪い時期ってあるからしょうがないんだけど、その悪い時にどれだけ自分と向き合ってこうもう一回こういい状態に持っていくために今自分に必要なことって何なのかとか、うん、っていうのをこう考えられるかどうか、でそれに向かってこう行動ができるかどうかっていうのはすごい、こうなんだろう、アスリートっていう部分とアマチュアっていう部分を分けるところなのかなっていうふうには思っていて、正直趣味だけだったら本当にしょうがないだけで済ませられる部分だと思うんですけど、まあ、こういうプロっていうところでやってる以上はもう一回やっぱりそのいいところに持っていかなきゃいけないっていうのがあるんで、まあ、その時にどれだけ自分、今の自分をこう見つめ直せるかっていうのは大事かなって思います。でその中でやっぱり僕は神様っていう存在を知ってるからこそ、こうそこに信頼しながら、でなんか自分がなんでフットサルをしてるかっていうのを立ち返る場所もあるし、そういうところで言うとやっぱ神様っていう存在にこう助けられてるというか、こう神様っていう存在を知ってるから今の、まあここまでずっといい状態でフットサル選手やってきてるわけじゃないんで、そういう悪い状態からでもこうもう一回こういい状態に持っていって今でもプレー続けられてるんだろうなっていうのは思います。